サルサイ・ヒロシ、朝鮮の民族主義歴史学の最も初期の提唱者、朝鮮民族主義歴史学は、民族的、または人種的に定義された朝鮮民族を中心とした、朝鮮の歴史を民族主義的な歴史観に基づいて、研究したものである。この種の歴史学は、20世紀初頭に、日本の支配から、朝鮮の独立を達成するために、民族意識を育成したい。 朝鮮の知識人の間で出現した。その最初の提唱者は、ジャーナリストで、独立運動家だったサルサルイヒロシである。彼の主張にあるダン君は13世紀に、三国維持によって創作された人物であるが、サルは、朝鮮が、日本の保護国となった3年後の1908年に、出版された彼の論争的な、独自神論で、朝鮮の歴史は、 ダン君を人種的な祖神とする朝鮮民族の歴史であり、ダン君はかつて朝鮮半島だけでなく満州の大部分も支配したと宣言した。民族主義の歴史家はこれらの古代の朝鮮王国の領土に拡張主義的な主張をし、それにより民族の現状が裁かれた。猿や牧民職と最南禅他の朝鮮の知識人は、 1910年代と1920年代にこれらのテーマを発展させ続けた。それまで過去の歴史において朝鮮を説明し表現する二つの方法があった。一つは中国の歴史学、もう一つが日本の歴史学である。しかし彼らは中国歴史学は中国を中心とした卑屈な世界観を永続させる歴史朝鮮の両反応。 受教的歴史学であり、日本歴史学は朝鮮を歴史上従属的で文化的に遅れていると描く植民地歴史学であると断じ、その両方を拒否した。これらの戦前の民族主義の歴史家の仕事が北朝鮮と韓国の両方で戦後の歴史学を形作ってきた。両国のイデオロギーの相違にもかかわらず、両国の支配的な歴史学は、 1960年代以降、民族主義的なテーマを反映し続け、この共通の歴史的な態度が朝鮮統一交渉の基礎となっている。日本の植民地的学問を拒絶しようとする過程で、朝鮮の民族主義歴史家はその前提の多くを採用してきた。しかし、去る際、広島満州への湿地回復主義的要求は主流になっていない。 朝鮮王朝の後半の間に多くの個々の学者は中華思想から脱し朝鮮の独自性と独立性をより意識した。この傾向は実学として知られるようになった。20世紀初頭における民族主義歴史学の台頭の最も重要な先駆者は実学運動による中華思想の侵食だった。非中華思想的歴史学思想は交代用、低弱 僕主源、劉徳康氏、そして李主記の学者の作品で起こり始めた。公太陽は中国が他のすべての国よりも優れているという中華思想の神聖な考えに反論し、すべての国は対等であると主張した。同時代の定着用、公太陽は文化的に優れた国はどこでも自国を中心と定義できると主張し、さらに、 朝鮮はすでに文化の発展がそのレベルに達しており、中心と呼ぶことができると主張し、中国の古典だけではなく、三国式などの朝鮮の著作の教育の追加を強調した。牧主元は、当時の一般的な朝鮮の歴史家は中国を国際システムの中心に奥主期の新儒教の枠組みに囚われていると主張した。牧主元は、王力校を超えて、 満州に広がる朝鮮の歴史的領土の新鮮な視点を提供した。理系系は独立した国会意識の解釈の枠組みの中で朝鮮の包括的な歴史を書いて知識人に訴えた。最も代表的な実学歴史学の著作は安価内服の東詩項目で新儒教の枠組みで書かれているが、李氏朝鮮初期とその支配者に対し、 弁解的というよりも批判的な調子で表した。日本の植民地歴史学日本の主流の歴史学は1887年にドイツ人ルートビヒリースにより導入された西洋の歴史学と江戸時代から日本で確立していた中国の交渉学の伝統との融合から生まれた。日本の東洋史に関する歴史学は白鳥倉吉率いる分野だった。 白鳥倉吉は西洋のオリエンタリストの中国と朝鮮の否定的な描写を引き継ぎながら日本をアジアや西洋と分離して西洋と対等に立つものと分類した。朝鮮の歴史家が日本の植民地歴史学と呼ぶものが日鮮道ソロンを主張した東京帝国大学の1890年の日本史国史願に見られる。国史願は古事記や日本初期に基づき スサノや神武天皇の兄弟や神宮皇后という伝説的な人物が白木を支配したと主張した。このような朝鮮の日本への歴史的従属の見解が日本の歴史学会で広く受け入れられ、日本の国家の歴史に不可欠となり、大鳥啓介の朝鮮気分、林安助の朝鮮史など、明治時代の他の本でも同様の主張が見られる。 朝鮮に関する日本の歴史学のもう一つのテーマは朝鮮の更新性であり1902年に経済学者福田徳造が最初に議論した。福田徳造は朝鮮は日本の平安時代と同等だと言った。1876年の日朝修好上記から日本は朝鮮の問題に関わりを増した。日露戦争後1905年に満州を 日本の植民地に開き、日本は一体化した万戦士の概念を促進し始めた。万戦士の学説は、稲葉岩吉が1920年代から1930年代に発展させ、朝鮮は政治経済で様々な勢力に多立的に服従し、独立性と独創性を書いていたとされた。1915年に、 朝鮮総督府中水院を通じて、朝鮮歴史学への帝国の公式の関与が始まった。日本の朝鮮総督、斎当実は、1919年の3.1、運動の以後の文化抑制政策の一部として、サル猿斎、広史、ン万全理工種などの朝鮮の民族史学家を対象とした。朝鮮総督府学務局は、35巻の、 朝鮮人と呼ばれる作品を発表し、朝鮮人は日本に同化されるべきであると主張した。日本の知識人はこの目的のために朝鮮人の名前を日本風に変えるよう提唱した。1922年に総督は委員会を設置し、朝鮮史35巻をまとめた。朝鮮史は主に中国、日本、 朝鮮の資料からの引用で構成されており、日本統治時代の朝鮮で歴史研究の一時資料として使用された。日本の行政官は朝鮮半島の歴史的価値がある遺物を調査し、また朝鮮文化の民間信仰の断屈の姿を反証しようとした。日本の歴史学における朝鮮人の一般的描写は時代主義、あるいは外国勢力、特に 中国に対して非常に卑屈であることだった。サルサルイヒロシと朝鮮民族主義歴史学論客であるサルサルイヒロシは学術的理由ではなく政治的理由で儒教的歴史学と日本の植民地的学問の両方に不満を感じ、その代わりの分析対象として朝鮮人種を提唱した。猿は数世紀にわたる中国への歴史的、政治的、 文化的依存性の結果として、同時代の朝鮮人が奴隷精神を持っていると信じた。彼は、朝鮮民族と国家が集団的政治活動に向けて刺激されるように、アイデンティティの治療法を処方した。サルサイヒロシは、北朝鮮と朝鮮の両方で、朝鮮民族を朝鮮歴史学の中心とした最初の歴史家として記されている。 朝鮮研究者チャールズ・ケ・アームストロングは、猿が現代朝鮮歴史学の父と考えられていると述べている。猿は典型的な受教教育を受け、1910年の日韓併合の後に朝鮮を去り、中国に行った。彼は航空遺跡と国境の中国側の白頭山を訪れて触発され、1936年に亡くなるまで亡命者として、 朝鮮民族主義の論文を発表した。日本統治時代の朝鮮人に影響を与えた新たな知的潮流のうち中国の歴史家である両慶長が広めた社会ダーウィニズムの翻訳役がサルサイ、ヒロシ、サイ牧院職のような民族主義のジャーナリスト、歴史家の間に影響を及ぼした。両は、世界は、 アングロサクソンやドイツ人のように拡張主義で影響力のある民族と弱く重要でない民族に分けられると教えた。生存競争、適者生存、自然選択のテーマは猿自身の歴史観だけでなく中国のヨウム運動や日本の明治維新に似た朝鮮の自強運動にも影響を与えた。猿は両の中国歴史研究法からも影響を受け、 猿の多くの方法はそこから由来する。彼は儒教の伝統の御用達を大敗し、古代の朝鮮拡張主義の王国である高句麗に遡る朝鮮の男らしい伝統から切り離されたと非難し、それを壊す彼自身の朝鮮史を書いた。猿は儒教歴史学、特に金腐食と彼の白木寄りの変更が満州の領土への朝鮮の正当な要求を 抑制したと感じた。猿は、満州は、高栗の領土だっただけではなく、朝鮮市の中心部隊で、民族の強さの尺度だと考えた。さらに、猿によると、朝鮮人が立ち上がって再び、満州を征服しなくなった原因は、この歴史記述であり、その結果、偉大な国が小さな国になり、偉大な民族が小さな民族になった。彼はまた、従者の、 紳士対教科書も批判した。それは日本に好意を持たなかったにもかかわらず、日本の歴史書を翻訳し、日本の世界観を反映したものである。彼はまた、ハアジア主義を日本の拡張主義の口実として批判し、東、アジアを連帯の基盤ではなく、単なる地理的な単位とみなした。その結果、彼は歴史学は、 民族の精神と自立を促進すべきであると主張し、彼の新しい歴史は王朝の聖水ではなく、民族の闘争と中国と日本からの朝鮮の独立性の両方を強調した。同様に仲間の歴史家牧院職と長子秋も、歴史的朝鮮の創造された勇敢な伝統を再現するため、両班の奴隷的文化思想を是正しようとした。日本の併合の後、 何人かの朝鮮の知識人は、新たな権力との積極的な協力や、公然の抵抗よりも、引退して、過去の朝鮮の文化の広がりを賛美する生活を選んだ。朝鮮公文会の創設者である、蔡南禅と、牧院職は、民族史学家と呼ばれた新しい歴史学派の代表者であり、朝鮮王朝の衰退を嘆き、朝鮮の独立を達成するために、 民族意識を高めようとした。この運動の重要な人物の多くは、歴史家と呼ばれるが正式な歴史学の訓練を受けて、おらず、客観的歴史的な批判の厳格なテストに耐える、可能性がほとんどない極端な主張をし、歴史を、朝鮮の独立を達成するための政治的武器だと、見ていた。サルサイヒロシは、しばしば、彼の過去の朝鮮の自立性の理想を支えるために、 既存の歴史と神話を書き換え、それが見つからなかったり、反対のものがあった場合は、記録が失われたとか、偽造されたせいにしたが、その手法は彼が金不食が使ったと非難したものだった。これらの歴史家は、宮廷公認の三国式より民間伝承的な三国維持を出典として好み、三国式の編集者を受教と時代主義の目的のために、 朝鮮史を歪曲したと非難した。蔡の歴史研究は彼自身は公平だと信じていたが、朝鮮が外国の支配下にあった期間を強調する日本の国学に反論しようとする願望によって同気づけられていた。民族主義学者の中で、猿は中国を低く見る品という故障の使用を含めて日本の学問の手法を適用させることを選んだ。別の朝鮮民族主義者。 安ぐるワは、日本の歴史学説を逆転させ、李氏朝鮮後期の派閥主義は、現代政党政治の初期形態だったなどと主張した。1914年、近況県は、上段民主という段君から、李氏朝鮮後期までの朝鮮最初の民族主義の歴史書を書いた。日本の検閲のため、民族主義的歴史書は、反植民地の抵抗と融合した。朝鮮の歴史家は、 日本の植民地主義歴史学は、日本の朝鮮の植民地化を正当化するために、次の4つの主要な歪曲をしたと非難した。朝鮮史の主役を、中国、満州、日本としたこと、朝鮮社会を停滞した、封建性以前のものとさえ描いたこと、朝鮮の政治文化の中の派閥主義を記述したこと、朝鮮人と日本人の祖先が共通だと主張した、ことである。李ハジメジロは、 日本の植民地主義的歴史学を、停滞、未開発、半島東派主義と非独創生の前提から生じたと、要約した。猿の死後に、彼のやり方に従った歴史家は、朝鮮研究運動の新民族主義者と呼ばれる。1930年代に、マルクス主義歴史学と西洋的な科学的研究法を含む、別の学派が登場した。 李正、司、金正紀、金鈴、トール、を含む診断学会の学者は、日本の大学か、ソウルの慶状帝国大学で訓練を受け、日本の雑誌に執筆し、客観主義の乱気的思想で、日本の植民地歴史学に挑戦した。一方、新民族主義者は、テイトラヒロシや安在ヒロシのような人々を含んでいた。テイトラヒロシは、 朝鮮や日本の大学の社会科学学部ではなく中国古典教育を受けていた。彼らは帝が依存心と表現した新儒教や西洋風の学問と対照的なものとして独立した自己の精神を強調した。第二次世界大戦の日本の幸福は朝鮮に独立を手渡したが半島はすぐにイデオロギー的に反対の北朝鮮と韓国に分割された。 まず、北では階級分析に焦点を当てたマルクス主義の歴史家が歴史記述を支配し、南では李承晩の強硬な反共産主義政府が民族概念を歴史学の中心ではなくした。北朝鮮では朝鮮戦争のすぐ後の1950年代に民族主義分析が階級分析にとって変わった。韓国では1960年の李承晩政権、 崩壊と1965年の日本との国交正常化により起こった反日抗議が統一の枠組みとして民族を復活させ反植民地歴史学を発展させた。それ以来南北両方の歴史学は両国間のイデオロギーの相違にもかかわらず広く普及した強烈な民族主義的傾向を示してきた。この共有された歴史的見解は2000年6月に 両国首脳が朝鮮統一は歴史的義務だと述べたように北朝鮮と韓国の関係の背景となっている。北朝鮮1945年の独立後、韓国の歴史学と比較して、はるかに後戦的な北朝鮮の歴史学の民族主義の傾向はマルクス主義より民族主義として分類できる。北朝鮮の指導者、金日成は、 最近の満州での反日闘争と同様に古代高句麗の党に対する異業も賛美する宣伝者となるように歴史学者に要求した。金日清は中国共産党員であり、中国共産党が指導する東北公日、ツラネ軍に参加していたが、この物語は後に朝鮮人民革命軍を率いていたとの証明、不可能な主張に変えられ、 その詳細は中国が主導した東北抗日、貫根軍との類似を思わせる。満州に亡命した、近日清の功績の北朝鮮の歴史は、キリスト教やギリシャ神話と比べられる放浪と救済の意味と同時に、省略、真珠型さ、鉄造を含んでいる。サルキアサヒによると、近正日の、血統民族主義は、歴史化サルサイ広志、李工主、最南前の思想に由来する。 同様に、金の個人崇拝のために認められていないが、金が強調する主体思想とサルサイ・ヒロシの主体の精神と卑屈な時代主義への批判の間には類似点がある。南北朝鮮が相手を従属だと攻撃し合うのも、これらの概念に由来する。北朝鮮の金の政府の地理的位置が、自己の正当性を支えるために、高リや他の満州の国家を使った、 民族主義的歴史を促進することを助けた。北朝鮮で最も権威ある歴史書、朝鮮通史は、朝鮮民族は、高栗統治下で最強だったとして、伝統的に重視されてきた白木に比べて、高栗を不釣り合いに重視することを正当化している。朝鮮通史は、統一白木が朝鮮を統一したという伝統的な見解に挑戦し、白木が支配したのは、国土の南部だけで、 党と同盟して外敵を入れ朝鮮民族に対し重大な犯罪を犯したと述べる。北朝鮮は北海が朝鮮であると考えているが、同所は続けて、航空の崩壊後に北海が占めた土地に言及し、航空、当戦争の結果、朝鮮は小さくない領土を侵略者に奪われたとする。1950年代以降、北朝鮮の歴史学は主体思想に合わせて、 民族主義的分類を支持し階級分析を放棄した。その前に北朝鮮の学問はマルクス主義歴史学を朝鮮の歴史に適合させることに関わった。しかし1966年に北朝鮮の歴史家の長はどのようにマルクス主義歴史学を民族史と一致させるかという議論は朝鮮人よりスラブ人とドイツ人に関係がある仕事だと考えた。 北朝鮮の歴史学は、より民族主義的な様相を取り始め、満州をその地理的中心とし、重要な歴史論争が、討論や議論なしに決められ始めた。これまでの社会のすべての歴史は、階級闘争の歴史であると始まる、共産党宣言とは、対照的に、標準的な北朝鮮の歴史教科書は、人類の歴史は、自主性への人々の闘争の歴史であると書かれている。 チャールズ・ケイ・アームストロングによると、この歴史概念は、マルクス主義よりもサルサイ・ヒ広シのがあたい、ヒガの概念に似ている。この歴史記述は、朝鮮での中国文明の影響を否定し、主体思想に基づいて、朝鮮古代史の修正を求めた。現代朝鮮に関する北朝鮮の歴史学は主に、近日世の先祖が1866年に群衆を率いて、 アメリカ海軍の船を燃やしたというような、近日成一族の民族主義的英雄的行為についての検証不可能な主張を扱っている。北朝鮮の歴史学では、この攻撃は朝鮮の近代史の始まりを示す。白頭んは、ほとんどいつも、近日成の息子、金正日と平地されて、1960年代から北朝鮮の神話州で扱われることが増え、 1970年代からは指導者を朝鮮民族の先祖とされるダン君と関連づけることがますます増えている。しかしまた北では改革派の実学者テ弱陽が朝鮮が中華帝国の朝光体制への参加を止めるのを望んでいたことでテを愛国者として称賛してきた。テ弱陽自身は歴史の人間本位理論の支持者だった。 1970年の金正日の朝鮮、労働党への演説は、社会主義的愛国主義の教育に寄与するために、我が民族に過去のことを示し教えることを確実にすべきだと強調した。韓国韓国では1945年以降、朝鮮民族主義歴史学が朝鮮研究の分野を支配してきた。1945年から1960年代後半に、 韓国の民族主義歴史学は朝鮮独立運動の英雄的人物の伝記から離れ3.1運動のような民族主義的事件の分析に向かった。今でも韓国の民族主義歴史学は歴史家、李はじめ次郎が朝鮮史の植民地史観と呼んだ日本や外国の学者が今も支持していると考えられているものに反論しようとしている。そのような 植民地史官の一つは、コマが停滞していたということだが、民族主義歴史家は、活力と変化の証拠で反論しようと、後来の制度を研究している。しかし、韓国の歴史家は、李氏朝鮮時代に、伝統主義から近代主義への潜在的、根本的、不可逆的な変化があったと想定しているため、李氏朝鮮の記事や、研究論文の数は、後来の2倍以上ある。 再久差式のような歴史家の主張では、彼らが社会不安と武装強盗のせいにする16世紀からの様々な日本の侵略と究極の併合により、この変化が妨げられた。金明は1970年の著作で朝鮮の歴史学の状態は批判精神を書いていると評価した。1978年に民族主義的歴史家、京万吉は植民地と 解放ごとに分ける既存の韓国の時代区分に挑戦し、20世紀後半は統一された朝鮮民族国家の創造に先立つ分断の時代として特徴付けられるべきだと示唆した。彼の植民地朝鮮歴史学への攻撃は新たな主体的史観を提唱した。1970年代以降、韓国歴史学会の少数派も、 猿の満州への湿地回復主義的焦点を復活させようとした。湿地回復主義論者の一人が言うように、公の領域では古代の領土の回復の努力は最小限であるが、中間関係の正常化や韓国人の中国訪問が地域への関心を高めている。公式の大韓民国史は、朝鮮民族を少数の協力者に対する彼ら自身の 解放の主役として描き、第二次世界大戦の連合国を脇役としている。権威主義的な韓国政府は歴史学に強く干渉し、1930から1940年代の朝鮮での共産主義の人気などの話題をタブーにして、公認の学問の伝統的順応性を増大させた。1987年の韓国の民主会後、 何人かの韓国人学者が協力から抵抗の二分法を疑問視したが学者たちは民族主義的歴史を出版し続け日本統治が朝鮮文化を抑圧したと描くのが支配的であることに変わりはない。1980年代から1998年の近代中の大統領就任まで韓国の北に協力的な歴史家の多くは 在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁と李承万の反民族行為特別調査委員会により守られた新日派によって独立時に民族の歴史が誘拐されたという見解に同意した。2005年の新日反民族行為真相究明委員会の設置のような最近の政治運動は民族主義歴史学を歴史学の支配的な形態として定着させた。国家は 歴史的記憶の最も強力な提供者であり続けている。例えば2010年に朝鮮戦争や韓国政府に抵抗した民主化運動家の歴史を排除した自己正当化の物語である国家主権と民主主義と経済発展を同時に確立した世界で唯一の輝かしい歴史を民族と共に記憶しようという運動を始めた。しかし、 リヒサシカオルのような韓国のニューライトの歴史家は、朝鮮統一の失敗という不名誉よりも、韓国の経済的成果に対して愛国心を持たせるために、国家中心の歴史を提唱し、民族中心の歴史に挑戦している。イデオロギー的背景は異なるが、林資源も、一枚岩の民族という考え方からの解放による歴史学の民主化の現代の支持者の一人である。 しかし彼は国家の白色テロの過去生産をしようとする韓国の民主政府の努力には批判的である。植民地独立後の韓国民族主義歴史家も日本統治時代の朝鮮人を利己的協力者と自己犠牲的民族主義抵抗者に分類しようとした。国家が推奨する支配的な民族主義歴史学への最初の主要な朝鮮は 韓国人からではなく、1981年に朝鮮戦争の起源を書いたアメリカのブルース・カミングスからだった。カミングスは彼の歴史修正主義への激しい抵抗に直面し、日本が朝鮮を何とか近代化したと述べただけで、憤慨拒否、剥き出しの感情を今まさに巻き込まれようとしている騒乱の感覚を引き出したことを改装している。ルサイヒロシの著作は、 朝鮮民族の古と独自性、朝鮮民族の外国の侵略を知り添ける長い歴史、世界史の不可欠な部分としての朝鮮民族の描写を含む後の民族主義歴史学のテーマを解説した。1945年以来の韓国の朝鮮民族主義歴史学の主な目的は朝鮮についての以前の日本の学問に反論する朝鮮独立の新たな民族史を書くことだった。 朝鮮民族という概念は1890年代後半に民族という単語とともに朝鮮語の語彙に入ってきた。カーター・エッカートによると19世紀以前には国民国家としての朝鮮という中小概念や朝鮮人としての半島の仲間の住民に対する忠誠心はたとえあったとしてもほとんどなかった。庶民にとっては村、家族、 王への中誠が優先され、一方、朝鮮のエリートは自分自身が中国を中心とする世界文明の一員だと考えた。東アジアに国民国家システムが到来し、朝鮮が明治日本に併合されたことが、朝鮮人活動家に内部の禁止性と外部の自立性の点から朝鮮を最低にすることを促した。サルサイ・ヒロシは1908年の 独自信論で朝鮮の歴史と朝鮮民族の歴史とを同一視し、人々の中精神を彼が歴史上常に存在すると主張する範疇に向け直そうとした。例えば、猿は金腐食が鎮圧した高麗に対する妙心の乱を民族主義の反乱だと断言した。妙精は駒がと北の最強に移し、北の領と金に対して、 より積極的な姿勢をとることを要求していたが、金腐食は、それが、後来の安全を弱体化させると感じた。猿の後の著作は、朝鮮上古文化史から、大、教教典にあまり頼らず、考古学、金石学ぶ、比較言語学の方法を使って、一時情報源により、批判的な評価を示した。古とアジア内陸部との関係民族主義歴史学は、 同時代の両党の夏家店上層文化と夏家店仮想文化の存在を見下して、Y 博を戦士時代の朝鮮半島における人種の統一、文化、国家の始まりと考えている。日本の植民地の固有性主義パラダイムに伴って、朝鮮民族主義歴史学は、朝鮮の文化的正当性を証明するために、朝鮮民族の起源をどんどん古く主張していった。 朝鮮人の人種的起源のような探索は日本の国学の一部であった国体概念の繁栄である。猿にとって古代の理想時代の調査は中国の司書の工程業と春の物価安定政策のような儒教の平和と安定ではなく朝鮮民族が最大の領土を支配した時代だった。20世紀の人種や民族の概念の古代の朝鮮への逆投影が ダン君の作り話で満たされた矛盾する物語の複雑な寄せ集め、競合する王朝の神話、部族の仮想的な侵略、説明できない考古学的データが古代朝鮮の研究で事実とフィクションを区別することを事実上不可能にしているという結果になった。民族主義は韓国で主流の歴史学に浸透して、最近まで朝鮮語を書くために、 排他的に使われていた漢字は学術史の客中に追いやられたり完全に除外されたりしている。北朝鮮では歴史的時代区分は各歴史段階の始まりをできるだけ遡らせて朝鮮文明の優位性と先進性を証明することに関わっている。韓国では朝鮮民族主義歴史学は民間考古学とつながっており視聴率を競う。 テレビ考古学者は古代朝鮮の境界をますます大きく主張している。例えば、1993年にコリアデイリーが四世代学校の考古学者孫宝記のモンゴルのウランバートルへの旅を講演し、彼はコークリが大高安霊山脈を越えて広がっていたことを証明する新しいコークリの石の要塞を発見と主張した。例えば、朝鮮の青銅器時代の芸術は、 民間考古学者によってスキタイと結びつけられ、朝鮮半島への優れた北部の人種の到来を証明するものとされる。朝鮮のジャーナリストや研究者は、朝鮮のアルタイの祖先を探して、定期的に中央アジアのシルクロードの遺跡に沿って旅行する。蔡南前は、去る際、広しの領土に対する方式で書いて、朝鮮は中央アジアの中に深くに広がった。 国が文化の中心であると主張した。蔡によると、世界は、インド、ヨーロッパ、中国、PRK 文化に分けられるが、最後のものは神道に似た、朝鮮の宗教で、カスピ海から国海、天山山脈、アルタイ山脈を経て、朝鮮、日本、沖縄に広がっている。蔡は、この朝文化の中で、ダン君が普遍的に崇拝されたと主張した。しかし、 千鶴子アレンによると、蔡は、朝鮮、中国、日本以外には、どの国の地域文化も調べておらず、地理的特徴の音韻的類似点をこの理論の基礎とした。蔡の不みな文化論は、その後、独立運動家で、朝鮮研究運動の指導者、安在博史により採用されている。改定された、朝鮮の建国新割市朝鮮中期、歴史家の間で確立された見解は、 朝鮮の起源を中国の難民に遡り、朝鮮の歴史を中国と繋がる王朝の長い連続だと考えた。岸朝鮮と白木はこのように勝ち付けられ、古朝鮮と高繰りは重要だとは考えられなかった。この見解によると、朝鮮で最初の国家である岸朝鮮は、紀元前1122年に陰王朝に不満を持つ中国の顧問だった岸によって設立された。 彼が朝鮮半島に詩、音楽、医学、貿易、政治システムを持ってきた物語はトロイの難民アイネーアースによるローマ建国と同様に考えられていた。しかし1930年代にサルサイ・ヒロシの歴史の影響を受けて、岸朝鮮の建国物語より、虎と熊の子で朝鮮半島に文明をもたらしたダンクンの建国物語の方が人気が出たが、 後者は日本の民話で一般的である。猿やこの神話を宣伝した他の歴史家はダン君を崇拝する新宗教運動である王教の影響を受けていたが、彼を日本の神、スサノオの兄弟として描いた併合前の教科書の物語を攻撃した。猿にとってダン君は朝鮮民族と最初の朝鮮の国の両方の創設者であり、従って 朝鮮の歴史のために必要な出発点だった。ダン君を三国維持の著者による創作だとする日本の学者、白鳥倉吉と今に支流による朝鮮に応えて民族主義的歴史家、崔南前は日本の神話を創作によって作られていると攻撃した。朝鮮民族主義歴史学は神聖種族を作った神話の神を中心に古代朝鮮を文化的成果が 中国や日本に匹敵する神々と英雄の黄金時代として描こうとしている。それに沿って、サルサルイヒロシは、ダン君を持ち上げ、中国の皇帝や日本のアマテラスと同様の役割を演じさせた。蔡南前は、彼の不みな文化理論に基づき、中国の皇帝や日本の天皇は古代朝鮮の PRK 伝統のシャーマニズム的支配者だと思われるので、 ダン君を彼らの上に置きさえした。ダン君の話も、朝鮮の遺産は5000年以上古いという主張に信用を与える。ハイ・アキラ・イツによると、ダン君研究の人気は、今日の朝鮮の歴史学と考古学が彫刻家主義的になってきている傾向を反映していると言える。サルサイ・ヒロシは、中国と朝鮮の国境の長白山を、神話のダン君との関連の効力により、 朝鮮の遺産の一部だと示した。しかし、朝白山は、すでに17世紀から、新朝がその起源の神話のために領有権を主張しており、モンゴル人も同様で、中国の漢文化でも山は神聖だと考えられている。この朝白山、白東山と朝鮮人との民族主義的同一種は、中国国境から行われた朝鮮独立、運動パルチザンの行動によって、 強固にされ、古朝鮮と北海の歴史を参照して、過去に遡って正当化された。古代朝鮮の中国文明との関係は、岸朝鮮の歴史は、封建的支配階級、時代主義信者、大国史上主義者によって、不道徳に歪められたと主張する北朝鮮の歴史家によって攻撃され続けている。中国や日本との関係中国や日本からの独自性。 朝鮮純血主義は朝鮮人は古代から単一の独特で均質な人種として存在してきたという思想に基づいている。中国や日本からの人種的汚染のない朝鮮民族の起源の物語を作るための努力の一部として朝鮮で出版されている朝鮮人の人種の歴史は大抵朝鮮人は日本人ではないで始まる。その結果、 最も政治的に正しく提唱された朝鮮人の起源は南部シベリアから南海からまたは神話である。これらの起源の民族主義的理論の最も影響力のある表現は、金帝閣の朝鮮民族の形成の歴史であり、他に、金正し土李う、李め次郎と、今日朝1983、金元竜、陰武史日野へ、李小局がある。 サルサイヒロ氏によると、朝鮮民族は、ダン君の子孫で、ダン君は、満州の付与民族を合併し、高栗民族の核として、その発展を終えた。民族主義歴史学では、朝鮮は、中国と日本の文化とは別の固有の文化を持つとして、価値を付加される。朝鮮人への中国の文化的影響の証拠は、朝鮮人と日本人の共通の祖先の起源の証拠と、共に、 朝鮮人を絶滅させるための日本の帝国主義的歴史学の邪悪な陰謀と非難されている。サルサイ・ヒロシは朝鮮を東、アジア市の基本的区分単位にしようと努め、中国と野蛮人の間の目盛りによって朝鮮人を評価した儒教の歴史家によってそれが歪められていたと考えた。南北朝鮮両方の考古学者は以前の学問に反して朝鮮は シベリアと満州のものに似た人工物を持つ中国とは別の青銅器時代文化を経験したと主張している。中国や日本に対する優位性民族主義歴史学は朝鮮は歴史を通してずっと中国と日本から被害を受け続けたが道徳的、人種的、文化的に中国や日本より上位であり続け中国や日本より最近では欧米列強が 朝鮮の民族精神を抑制しようとしたが、できなかったと描く。去る際、広シの著作は、歴史を、付与民族と、戦費、中国、末活、女神との、領土をめぐる、人種闘争として描いており、社会ダアウィニズムの影響が見られる。彼は、朝鮮の満州支配を維持し拡大した、歴史的人物を褒め、そうしなかった、白木のブレツ王のような人物を恥ずかしめた。 結果として、昔の英雄の探索は、彼の独自信論を最近の歴史よりむしろ古代に集中させた。全民やマスターツを含む様々な朝鮮人の事象が民族闘争の中で使われた。植民地独立後の南北朝鮮の歴史学では、朝鮮の歴史的発展の優秀性と先進性を強調する傾向がある。民族主義歴史学は、 高麗隋戦,戦争、高麗唐戦争、高来喫丹戦争、高麗女神戦争、モンゴルの高麗侵攻、日本の朝鮮侵攻を含む朝鮮人の外国人に対する様々な勝利を祝う。従って、高麗のうるち文徳のような軍事的英雄や同時代の高栗、くだら、白木の三国のすべての将軍は共通の朝鮮、民族アイデンティティが割り当てられる。 しかし、ジョン・ダンカンの言葉では、それらの王国の人々が、国境や国家への忠誠を超えて、より大きな朝鮮集合体と一体感を抱いたことは、極めてありそうにない。李宗流は、歴史は、国の尊厳を高め、愛国心を育成すると主張し、ダン君の時代から北海までの満州での朝鮮人の、北の歴史の間には、畜神と日本の人々は、 ダンクンに服従していたと主張した。サルサイヒロシも古代朝鮮の一神教の存在を主張し、朝鮮人を中東の進んだ文明に持ち上げたが、この理論はシャーマニズムを古代朝鮮の宗教とする他の民族主義歴史学や、朝鮮人はシンクレティズムだというほとんどすべての宗教歴史学者に反する。朝鮮の最も引用された物理学的人類学者、 ラヨブリは1964年に民族主義歴史学の戦士時代の人種起源の定着を反映して、朝鮮人は中国人や日本人より外見、頭脳、勇気、身長、強さに優れ、モンゴロイドよりヨーロッパ人に似ていると主張した。サルにとっては、ダンクンのような古代の人物が朝鮮を作ったことは、朝鮮が中国より古いことを証明し、 ダン君が中国を植民地化したことは朝鮮が中国よりも優れていることを証明し、中国神話の皇帝と賢人は本当は朝鮮人だった。猿はまた、岸朝鮮の騎士による後半九中を朝鮮人によって作られたものと考え直して、伝統的な見方とは反対に中国を朝鮮文明の輸入者に変えた。半島を所有し半島を越えて、 サルサイヒロシは、彼の独創的な研究、独自進論で、朝鮮史の主題を、朝鮮半島だけから、満州の外務及び人種的に定義された国民へと再定義した。彼は、朝鮮史を民族史と定義することで、コ句、クリ、シラギ、クダラは、互いに頻繁に戦っていたが、同じ民族で、結果的に同じ歴史だと主張することができた。しかし、 このような極端な北部領土を持っていた王朝に正当性を与えていなかった李氏朝鮮の儒教の歴史が王力公とトマン公を境界とする朝鮮民族の概念を強化した。サルサ祭広氏は特にこの閉じ込めに憤慨し、句麗の滅亡と朝鮮が半島の外の領土の支配を失ったことが民族の衰退の始まりだと考えた。彼は朝鮮民族が満州を得れば、 朝鮮民族は強く反映する。他の東や北の民族が満州を得ると、朝鮮、半国は東や北の民族の勢力圏に入る。これは4000年間変わっていない鉄のルールだと書いた。多くの現代の朝鮮人はこの感情に同意する。猿は嘆きつつ、満戦支派の日本帝国の歴史家と共通の主張を発見した。彼らは、 朝鮮半島とアジア大陸を切り離せないものとして描こうとした。しかしその目標は朝鮮独立の思想を土台を崩すことだった。去るだけでなく民族主義歴史家仲間の牧院職も満州を強力な大朝鮮を構築するための基盤だと考えた。しかし同時に民族主義歴史学は朝鮮半島に存在したすべての生態が朝鮮だったこと及び 半島のすべての住民が5000年間変わることなく近質に朝鮮人だったことを前提としている。イーテーラー・アトキンスはこれらの過程を日本の植民地学者の前提と同じくらい疑わしいし、現代の中国や日本との領土紛争の原因となっているとして批判した。チェジュ島、宇ツリ島、竹島の歴史研究は、 李氏朝鮮後期から朝鮮人としての概念に見合って海上防衛の適時の要求に役立った。朝鮮としての渤海の再開弱李氏朝鮮中期に牧資源は漢王朝の領土が王力港の南に広がっていたという事実を否定し、満州の渤海を朝鮮の歴史から除いた金腐食を批判し、渤海は高栗の子孫だったと主張した。李慶慶は 牧海の朝鮮の歴史からの除外は、それが広大な領域を占めていたため、重大な誤りだと主張した。しかし、李氏朝鮮後期、牧海の創設者が朝鮮人とは考えられない、末活の人々であったことを認めるにもかかわらず、牧海を朝鮮の歴史に含める歴史家が増えた。18世紀には次のように意見が分かれていた。学者聖子、李と安。 カナエフクは牧海を朝鮮の歴史の一部と考えることを断固として拒否し、一方、神経不可詞と柳独句教はそれを完全に組み込んでいた。一世紀後、藩いたすと藩守るかきは、白木のような議論のない朝鮮の王朝と等しいものとして牧海を朝鮮の歴史の中に含めた。サルサイヒロシは牧海や扶養王国を朝鮮の歴史から除いたと、 三国式を批判した。彼は、北海が、女神の昆虫町に破れたことを、私たちの祖先、団訓の古代の土地の半分を、900年以上の間、失ったと解釈した。北朝鮮の学者、及よびより最近の韓国の何人かの学者は、統一白木が朝鮮を統一したとの見解に、挑戦することにより、北海の歴史を、朝鮮の歴史の不可欠な部分として、 組み込もうとした。この物語によると、渤海が朝鮮半島北部の旧高麗の領土を占めながら、まだ存在していたから、駒が最初の朝鮮統一だった。古代の漢王朝の存在の否定朝鮮での日本の歴史学的、考古学的な発見が帝国主義の偽造として悪魔化される理由の一部は、それらの学者の落老軍の発見である。その発見によって、艦王朝が 平壌付近を統治しており、この中国の軍が朝鮮の文明の発展に大きな影響を与えたことが強調される。北朝鮮が挑戦するまでは、洛郎軍は紀元前108年に古朝鮮を破った後に、漢の武帝が確立した軍であったことが普遍的に認められていた。北朝鮮の学者は漢王朝の墓を扱うにあたり、それらを古朝鮮や高麗の遺跡として、 再解釈している。中国の男に見られるものとの否定できない類似性を持つ異物のために、彼らは、それらが貿易と国際的な接触を通じて導入されたか、または偽造だとし、決して異物の朝鮮的特性を否定する根拠として解釈すべきではないと提唱する。北朝鮮はまた、落老は二つあったとし、韓は、実は、両島半島の両雅の落老を治めており、 一方、平壌は、紀元前3世紀から2世紀まで存在した、独立した朝鮮の国家落老だったと言っている。彼らによると、落老の伝統的な見方は、中国の中国史上主義者と日本帝国主義者によって拡大された。両党及び他の中国の領土に対する所有権主張猿ササヒ博士は、日本帝国歴史学から、湿地回復主義的テーマを引き出し、 過去の支配に基づき領土拡大を主張した。日本の歴史学者、久米国武は、大日本を正当化するために、日本を島国とする概念を批判し、日本が過去に朝鮮と中国南東を支配していたと提唱した。猿の歴史学は、朝鮮が過去に持っていたと思われる領土を参照して、大朝鮮を正当化した。彼はそれを、くだから、両東西部、山東省、 チャンスー賞、石膏賞、越州、及びその周辺地域、そして、白木から東北基地臨床とした。彼は、統一白木、高来、李氏朝鮮は、それまで考えられていたような朝鮮民族の本当の統一ではなく、半分だけの統一で、完全な統一は、ダンクーンの時代以来まだ達成されていないと感じた。それ以前に、牧資源は、 両党と他の王力港の向こうの地域は歴史的朝鮮の領土とみなされるべきで、そうでなければ朝鮮はもっと領土を失うことになると主張した。理系系は、両党の朝鮮名は三冠だったので、両党半島は疑いなく古代朝鮮の領土だったと信じた。民族主義学者は、領氏と近視に基づいて両党と周辺地域の朝鮮の所有権を主張した。 しかし、朝鮮では、満州の領土要求を大勢が受け入れたのは、日本帝国が中国北部と東北部に拡大してからだった。稲葉岩吉、白鳥倉吉、鳥居隆三、今西隆、池内博らの植民地時代の日本の学者は、統合された満戦史があったと宣言した。韓国の院の現は1985年に、古朝鮮は、 紀元前2333年以前から2000年間続き、中国北部河北省から全朝鮮に広がっていたと提唱した。李氏朝鮮時代の領東朝鮮説への重要な反対者に帝弱要や星子、李がいる。帝は朝鮮の自然の川の国境には領東は余分であると主張した。李は中国に対する領土回復主義を将来トラブルになるかもしれない。 貪欲な野望とみなした。安ぐる和は満州の喪失と朝鮮民族の衰退を嘆いた1910年の民族主義歴史家に対し反対の声を表していた。ダンクンカルト大教は20世紀の朝鮮民族主義歴史学に影響を与えた詩話を書いた。詩話の半島違反北東アジアの主張は朝鮮民族が 韓半島と満州だけでなく中国東北部も含み、春、梁、金、元、真の皇帝を朝鮮の歴史の一部と考えるという主張を含む。この朝鮮民族の拡張概念は中国に亡命して学んでいる軍事士官候補生の士気を高めることを意図した近況県の朝鮮の歴史教科書に含まれていた。金によると王朝を導いたこれらのすべて人々は、 歴朝鮮の騎士とは異なり、満州発祥であるから、彼らはすべてダン君の子孫で、歴史の朝鮮民族の北の分岐の一部である。その結果、彼は、これらの人々が征服したすべての土地、最も後には、漢の土地、モンゴル、海賊の領域、チベットからビルマに至るまでを含む土地、が、朝鮮民族の領土に含まれる、と考えた。李想流は、満州民族は、 実際には、朝鮮人だった男四軍は、朝鮮の領土ではなく、両党に位置していた、満州を含む、大朝鮮国家を作る目的で、朝鮮の歴史の一部は、満州を中心にすべきである、という、猿、近況圏、牧院職と共通の多くの主張を行った。猿は、地理的歴史の傾向は、高栗の旧領土を将来朝鮮が支配する予兆だと主張し、 団訓の失われた歴史を再転化するために朝鮮人の移住を主張した。農民反乱、飢饉、日本帝国の奨励の結果として、満州への朝鮮移民は1860年から急増し、1920年に40万人、1931年に90万人、1945年には200万人以上に達した。朝鮮民族主義歴史学は、 朝鮮の王朝による満州支配を栄光と考え、その地域を中国の辺境とみなす現代中国の民族主義と衝突した。中国の歴史家は帝国主義勢力がその地域を中国から分離しようとすることを正当化するために使われる歴史的な独立性を呼び起こす満州という名前にも反対した。そのため彼らは適切な名前は東北だと信じた。 2002年のコークリ論争は、コークリは中国の歴史の一部なのか朝鮮の歴史の一部なのかについての両国の国家に支援された学者や研究所の論争に刺激され、両国の民族主義的感情に反映した。ありがとうございます。